チャールズ・アーロン・ババ、スミスは、アメリカ合衆国テキサス州、ボーモント出身の元アメリカンフットボール選手。相手チームに恐れ得られる存在であり、相手チームはブロッカーを二人付けた。現役引退後は、俳優として活躍した。ミラービールの CM でも知られている。身長6フィート7インチという長身に恵まれた、スミスは、 ミシガン州立大学のアメフトチームでディフェンスとして活躍、オールアメリカに2度選出された。1966年のノートルダム大学との10から10で引き分けた試合では、相手 QB のテリー・ハンラティをノックアウトした。1988年にカレッジフットボール伝道入りを果たした。また2006年9月23日、彼の背番号95は永久欠番となった。 1967年の NFL ドラフトで、ボルチモア・コルツから全体1位で指名されて入団した。2年目の1968年コルツは、レギュラーシーズンを13勝1敗で終えて、NFL チャンピオンシップゲームを制した。第3回スーパーボールを前に、対戦相手のニューヨーク・ジェッツ・キュービー、ジョーネ・ーマスが、日曜の試合では、我々が勝利すると宣言したが、これを聞いた。 NFL 有数のパスラッシャーとなっていたスミスは、奴は、そんなことを発言するべきではなかった。プロは、そのようなことは言わないものだ。と述べた。試合は、ネイマスの宣言通りとなり、コルツは7から16で敗れた。2年後の1970年、NFL と AFL の統合が行われ、コルツは、クリーブランドブラウンズ、ピッツバーグスティーラーズと共にほぼ、 AFL 所属チームで構成された AFC に移った。そのシーズンの第5回スーパーボール優勝に彼は貢献した。この試合でコルツはダラスカウボーイズを16から13で破り優勝を果たしたがターンオーバーの多かったこの試合で得たスーパーボールリングを彼は公共の場につけて登場することはなかった。コルツに在籍した時代彼はオールプロに会。 オールカンファレンスに2回、プロボールに2回選出された。1973年にオークランドレーダースにトレードされた。1974年のプレーオフではスーパーボール3連覇を狙うマヤミドルフィンズとの試合でガロイエプレミアンのトライフォーポイントをブロックした。1975年にヒューストン・オイラーズへトレードされ、 膝の故障により1976年に現役を引退した。現役最後となった試合で彼は12タックルにサックを挙げるとともにトライフォーポイント FG を1回ずつ阻止した。引退後は俳優に転校し、1984年公開のコメディ映画ポリスアカデミーでは巨漢で威圧的な風貌だが穏やかな声で話す愛嬌のある警官候補生。 モーゼスハイタワーを講演し、第1作目から第6作目まで出演した。この他、テレビ映画、チャーリーズ・エンジェル、ブルー・サンダー、空飛ぶ、鉄腕美女、ワンダー・ウー・マンア、アクションコメディ映画、ストローカー・エースなどに出演している。2011年8月3日、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外の自宅で、亡くなっているのが、介護士により発見された。 弟のトリスミスもアメリカンフットボール選手で、USC でプレーした後、ダラスカウボーイズ、ヒューストンオイラーズ、バッファロービルズでプレーした。ありがとうございます。